ただ今回はちょっと、飴のように舐めると、これをね、牛脂飴のように舐めると、おやつ代わりになりますでしょうか、うん、これじゃあ次はあんた言ってください。いや、そう。いや、これだっておやつ感覚でいけたら、これタダでもらえますからね、スーパーで。あ、そっか。そうですよ。むっちゃええよ。まあ、そいや、まあ、いいけど、それおやつ感覚でいけたら、はい、いけるわけないやでしょうよ。でもなんかちょっとこう、ちょっとなんかね、マシュマロっぽくあるよ。はい、舐める口の中で入れる。転がす感じですかね。いきますね、はい、お前これ俺何個食った思ってんねん。うわ何や甘んの。あーでも、うん、あれあれやっぱりすごい気持ちが悪いねんけども、うん、ヨーヨー味をね、うちも新しいのですか。だからいきなり入れたからやわ。ああいきなりうってなんか油ってきやん、はい、かわいいかわいい。あれ可能性出てきた。いくか新しいのありますよ。いやあのな、口全部入れてさすがに気持ち悪いんだけど、はい、これでやると甘いね。ちょっと、ちょっとミルキーミルキーミルキー、はいはい、うん、分かる。フェラチオやないか。フェラんとこのチオさんじゃないですか。いや、まずくないけど、おじい、いや、思ったよりは、あ第一リアクション俺ガー入れてウェーなったけど、はい、そこまでじゃないかな、実は。実は結構じゃん。俺リップ舐めてるみたいな感じする。ああなるほど。そのまずくはないけど、そうそう、なんかウェーじゃないけども、はい、思ったよりちょっと甘い、うん、じゃあ、あながちちょっとしたおやつには、いや食べるとなるとまた話違うんじゃないの。進めはできないね、うん、なるほどなるほど。じゃあ、あんまり本当に貧乏で、はい、これを当てにお酒ぐらいはいけんじゃない。あ、焼いたらいける。俺いけたし6つぐらいまでいけたし俺普通に焼いてこうタレつけていけたから。やばい、焼いたら、まあ、でもじゃない。なるほどなるほど、意外といいか。